大仏大仏こんにちは尺是神です、えー、今日も阿弥陀様からの言葉ということで第14番目です。えー、過去に縛られ未来に縛られついに今を知らないままで死ぬこれを彗星無視というしかしこれでいいのかもしれない真実に目が覚めたら 幽霊にならなくても済んだと喜ぶだけだからということですね。過去に縛られ、未来に縛られ、ついに今を知らないままで死ぬ。これを水星無視という。しかしこれでいいのかもしれない。真実に目が覚めたら幽霊にならなくても済んだと喜ぶだけだからということです。水星無視というのは後でまだ説明しますけれども、こういう。 信濃、ねえー、昔の方がね書いたのでありますけどもうーんこの過去に縛られ未来に縛られるというのはこれは私たちのことですよね前も言いましたけども幽霊というのはあの後ろ髪というのがありましてねそれが、まあ、過去に対する後悔ですよね未来この両手がね恨めしいやという両手ブラブラしているのは 未来に対すする不安っていうことですねよく私たちは暗闇の中でね手探りで歩くっていいますね手探りでこうねそういうふうな感じですよね。まあそれは現在に、えー、立脚するですね確固、うん、たる信念がないということをね表しているということでその信念というのは自分で作った信念ではなくて、えー、仏様と一緒にね 読んでいける、まあ、信念ということだということを、ねまあ、言ったんですけれどもう一つ言いますとですね過去も未来も現在にあるです,、ねうんね、ですから現在から見て過去がある現在から見て未来があるそれがずっと現在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 ずつ出ていくわけですよねとなんか過去現在未来という直線的な 時間があるように思いますけれども前も、まあ、言いました通り私の命が時間であるというところに立ちますとその命さえも実は仏からたまった命なんだということなんですね。そこに安らぎがないと立脚地がないと信念が与えられないとどうもねふらふらしていくということですね。でそういういことを踏まえまえして もももう一回言いますと過去も未来も現在にあるこの現在にある諸行無常と言われる中に見えてくる河原の仏の命に目覚めて現在を生,る在を生きることが過去をですね過去を後悔ではなく仏の目で見直して正しく理解し受け止めることができるようになることである。 ですから過去というものは後悔するばかりではなくてですね反面それをね受け止めるこういう意味があったんだなと言ってですねま金子先生の言葉といえばですね過去は繰り返すことはできないだけど見直すことはできるというね言葉がありましたけどねそういうことをおっしゃってるんじゃないでしょうかね。どういうふうに見直すかというと自分で勝手にですね都合のいいように。 あい,いつのせいでこいつのせいでこうなってしまったというふうなことでは悔やむということなんですけれどもそこに何かね蛍けの道に至るための教えがあったんだというふうに受け止めるということですねストンと、まあ、まあね、えー、後悔が、ね、後悔をですね納得できるものに受け止めることができるようになるそうしますと 未来の不安も同じくですね仏の世界に帰っていく私として生きるそうすることによって未来に安心することを現在に納得して生きるようになっていける人間になることになるのだとちょっとややこしいですけどひりくみたいなこと言ってますけどもそういうことなんです結局私たちの命は最初があり最後があります。 迷いの命ですよねだけれどもその底に仏様の迷わぬ命というものがあってその命の上に私たちは生活させていただいているんだけれどもそこに気が付かないだけどそこに気が付くことによって私たちは死ぬということとか生きるというような常識的な今の考え方があふっとでですねそうじゃないとね生きるということは仏になるために生きるんだ死ぬということは成仏することだそして仏として生きていくのだと。 精、ね、死を超えたそういうその世界というものを私たちが本当生きることが人間の本当の、ね、生き方なんだということになっていくるわけですね。あそれでまあ,あの彗星無視ということをですね、えー、言う前に、えー、彗星無視ってこれね中国の。 えなんか知られました帝光さんという方のね儒学者の論語に書いてある言葉ですそうですねこれね「交際明智といえども検問見,見る聞くですね検問にこうするはにかわ」という字枯で執着するということですね「彗星無視にして自ら悟らざるなり」ってそこにね「彗星無視」という言葉が出てくる私も知りませんでしたけれども <laughs> まあ何気なく使ってましたけどね無駄な言い方だというぐらいしか。 持ってないんですけど、ちゃんとねこう天教っていうのがあるんですね。まあ、て、うんまあ、というのは、にかわですね。検問というのは、見る聞くというのは、まあ、分別にね、とらわれるということですね。過去と未来にとらわれるということですね。で、その前に、まあ、それ、まあ、あのー、昔の、あちらの方のですね、品の方の、まあ、 物語にですね「簡単の枕」ってなあるんですが、まあ、落語をご存知の方はねなんか見たような話聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど「簡単の枕」っていうのがあってですねこれはあ田舎からね、えー、都会に出てですね一旗あげようと言った者がですねあるところでですね仙人に会ったんですねねそそしたらそのの人がです、ね、この枕をね。 ね、この枕で寝ると夢が叶うって言われたんですねそしてもうそこで寝たらば、まあ、そしたらですねまあとにかくですねやることなすこと、まあうまくいって、えー、大富豪になるんですねそして、えー、国のです、ね、重要な地位にもついて、まあ、栄養栄華をね尽くしたとそして年を取って、えー、祭祀建族とねさよならって言って死ぬ で死んだとそしたら目が覚めた時にまあそのね、えー、食堂にね頼んでおったお粥がねまだ煮えてなかったというあっという間だったというんですねそれで一旗あげようと思った若者がですね「ありがとうございました」ってね「まあ、おかげさまで欲を捨てることができました」「田舎に帰ってね田んぼを耕します」というようなことで、えー、私たちのねスイ虫と同じですね 人生は一瞬の夢だな、とといいうよううここでね、えー、こういう話き、えー。それから私は小さい時にね、えー、芥川龍之介さんがね「歳、えー、春」というね、えーここまあ、子供向けの、ね、物語が書いてあったんですが、これ「歳春」っていうね「歳春伝というどこからね、まあ、芥川さんがあ中国の、ねえー、む昔の古い話をですね ああいううったりをね、ね。そうなんです、ねえー、これはまあご存知の方もあると思いますけれども都知心という方がですね大金、まあ、持ちの、ね、息子だったんですけれども、まあ、道楽しましてね、えー、飲みや歌やですねわっしょいわっしょいと毎日毎日ですね、まあ、あ生活しとったらあっという間にですね親からもらった財産をなくしてしまったと。 そしてとぼとぼとある門の前を歩いておったらば <laughs> ある老人がです、ね、その夕日になったらその夕日のね門の影をね掘ってみなさい影のところね掘ったらばそこから、まあ、馬車いっぱいのですね黄金が出てきたそれでやったということでですね <laughs> 運が向いてきたということで、えー、それでですねまた大富豪になったんですねそれで友達は来るし親戚が急に増えますしね まあ知らなかったですね同級生下級生がですねうんさかわんさか来てですね毎日毎日ほれパーティーだちょってですねお祭りだわっしュバわっしいってやってまあ3年もしないうちにですねまたその連絡してしまったというそしてとぼとぼとまたその門の近くを歩いておったらまた老人が出てきてですねいや実はもうちょっとね南の方にあのね、えー パワースポットがある。そこを掘ってみなさいって言って掘ったらまた黄金がサクサク出てきてやったーってあんなね間違いを犯すものかということで日々質素に過ごそうと思ったらばついついねやっぱり昔の癖は抜けないんですね。一旦味わったですねえ喜びはですねまあなかなかねえダメなんですね。それでまた飲み屋歌へのわっしょいわっしょいでえねイケイケ皇后で散財してしまったと。 あ友達は去り親戚は去り親族は去りでですねもうまあ一人ぼっちになってまた今度またその近くの悠々方に門の前を近く歩いておったら「いや実は」って言ってですねまた老人が出てきて「あそこを掘れば」ってこう言われたそうですそしたら「まあもういいです」ってねそしてその方がね、まあ、とんでもない仙人だということが分かっておったので私も仙人になりたいって言って仙人になったんですなろうという修行者だったそしたら 年春に仙人がですね、まあ、本当に仙人になりたかったらね無言の行はですね口を聞いてはいけない何が起こっても口は聞いてはいけないっていうね無言の行を命じたっていうんですねそしたらまあ分かりましたっていうことで、まあ、とにかく耐えたそうなんですね。虎が来てね、えー、ライオンが来てですねさまざまなものが来てですね紅頭が来てですね脅したり何だりしてもですね傷つけられてもざっとですね まあ、アングリマーラーのようにですね、ちっと大使飲んであったっていうんですね。まあ、アングリマーラーっていうのお釈迦さんの弟子ですけど。でそれで、耐えー、ておったら、まあ、ついにね、地獄に落ちてしまった。そしたら、エンマ大王さんがですね、まあ、これ、芥川隆之介さんの話です。そしたら、エンマ大王がですね、もう感謝を起こしてですね、えー、地獄にですかね、修羅道でしたかね、落ちておったお母さんを呼んできて、 えー、お母さんがそロバかなんかなってね変身させられておったんですねだけどお母さんって分かるわけですねそしたらそのロバをねガン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 虫で打ってですねこれでもかこれでもかってですねとっの前で痛めつけたって言うんですねそしたら突進が思わず「お母さん!」ってこう言ってしまってはいそれまでっていうことであね先人になることはできなかった残念だって、ね、お前には根性がないなっていうことで。 まっ、あ、しがですね、えー、まあどうなったんですかねあの時ね年っがそれで仙人になれなかったということだったんですね <laughs> 最後ちょっと忘れましてそれだけれどもそれもう一つですね原点があるんですね、えー、原本の方はなんかこれはウィキペディアで調べたんですけども、えー、皆さんもね後で見ていただければ分かりますけど。 うん、地獄に落ちてそしてあのそこからですね実はとっしが女性に生まれ変わって結婚するって子供を産むんですよね。だけどその後でもやっぱりですね生まれ変わっても子供が生まれても喜びもしないその生まれ変わりのとっしの奥さんをですね旦那さんがですね、えー、怒ってで子ね、子を殺そうとしたんですね。 殺したのかなそし突んがですね思わず声を出してしまったそしてとっしがですねついにその修行に破、えー、れてですね仙人が出てきてもしそこでね我慢できたらお前は仙人の薬をね作ることができたのにっていうことだったそうでありますまあそういうのはね彗星無視っていうかとっしといいますかとにかくその場面場面ではですねとっであっても えー、短観に出てくる青年であってもですね、まあ、人生はまあ一瞬の夢だと、ね、いうようなことだったと思っておりました。<laughs> それで、えー、彗星無視ということでんございますけれども先ほど言いましたけどこれちょっと字に書いてこなかったんですが交際明地といえども検問こうするわということで。 これはあの高塞名鉄っていうのはね頭がよくて才能があってですね、えー、明るくてほんがらかでですね優秀な方っという大抵、ね、ね、でそういう方はあの出世してですねいい学校で出て、ね、んたらかんたらでこう、ね、大したこう国をリードするとかですねあるいは学者とかね専門家とかねあーいい人材になってですね 学歴、高所得というようなことなんでしょうけれどもそういう方々でさえですね、えー、そういうふうなその自分のですね、まあ、そういう、うん、生き方見方自分に肯定するようなですね、見方俺は正しいんだというようなです、ね、見方をしている、まあ、仏教の方では「分別して」というんですけどね分別,分別する。 というのはその浅い考え方でですね生きておればダメなんだということだと思うんですね。そして彗星無視にして自ら悟らざるなりと。要するにその彗星無視というのは人生を自分勝手な思いで生きていると。ね、自分勝手に生きているとそういうのを言い方しておればですね悟ることがないということなんですね。悟ることがないというよりもそういう自覚がなければですねまるでもう。 お酒を飲んで酔っ払ってですねそして夢見でそして死んでしまうようなものだなむなしいんだということですねんですからここで、まあえーね、私たちはあそういうその夢からね冷めるような生き方をしなきゃならんということを抵抗というさんがね言ってるわけですよね。 ですから、聖光さんという方はそういう夢からね、冷めた人ではないかと思いますね。ある意味、仏教から言うと、悟った方だということだと思います。夢から覚めなければね、酔ってるということは分かりませんね。お酒でも酔っ払ってもですね、ああ、酔ってない、酔ってない、俺は酔ってないっていうのは大抵酔ってますからね。<laughs> ああ、酔ってだったなっていう方は酔ってる、酔いが冷めだからですね。あ頭痛て昨日だいぶ酔ったなっていうのをね、飲んだなっていうことで,ですね。 だから「名者不問路」という純子の言葉をね迷う者は道を問わずってね人生でもそうですよね迷ってる人はね俺の生き方はこれ正しいとね誰が何と言うとこれでいいって言って頑張りますよねいやちょっと間違ってるって言われても私のようにですねいやーまあ大丈夫大丈夫ってですね。ますますこう、沼に沼にはまっていくわけですよね。 私を見ていいただければ参考になると思いますがそれでその人生をですね勝手な思いを見るもとに何があるかというと仏教ではご用具というですね欲があるんですね、えー、まあまあ、まあ、これだけじゃないですけどね、えー、わまなしぎって言って本当にね恐ろしい俺さえよければいいってい欲があるんですよねその上の方にある欲をご用って言うんですけれども 例えば食欲食べたい食べなきゃ生きていけないですからね財欲お金持ちたいってねいっぱいあ,ればあるほどい識い <laughs> 欲ですねモテたいってね男でも女でもああモテたいモテたいっていうですねそれから名誉欲褒められたい誰、ね、でもそうですよねノーベル賞もらえると人たちはですねやっぱりあの褒められたいっていう気持ちがあるわけですよね それを見ている私たちも、あ、俺もなあなって褒められていなと思いますよね。名誉って。それが最後はですね、睡眠欲って言ってね、あ眠たいってね、えー、楽したいっていうことです。そうですけれども。ですからその3つの体ですね、えー、食べたい、持ちたい、モテたい、褒められたい、楽がしたいというね、そういう体のために私たちはね、水、えー、星無視になっていくっていうんですね。それ何のためにね、 五つ,の五つも六つもですね体というものがあるのかってそれはそのためにあるのではなくてそれはあくまでもね仏さんの目から見ればそれはあくまでも仏の道を歩むですねね、えー、がなんでです、ね、すすだと思いますですからあの「ご欲」というと「欲」という字は、ねえー「谷」という字にですね「かける」って書きますよね底のない谷。 食欲でも財欲でもね、色欲でも栄欲でも睡眠欲でもですね、えー、まなしきといいますかね、俺がっていうのでもですね、きりがないんですよね。ちょっと美味しいもの食べると、ちょっともっと美味しく、もっともっともっとですね。まあ、お金もですね、最初1円でもね、2円でもね、子供の時は100万円もらってもね、なんか神ですからね。 <laughs> 価値がないんですけども <laughs> ん一円からだん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 ねエスカレートしていくんですよねそこのない谷に谷をね私たちは心に持ってるんですね恐ろしいですよねそこを覗いて見た人はいないわけですよね,ねその底から私たちのことを見てるのはひょっとしたら仏さんかもしれませんよねまあそういうようなことで、うん、いつ果てるともない夢のようなものなんですとね どこまで行っても、ね、そのあなたの,もその根本的にその欲というものとかね何のためにあるのかということがわからなければまあそこで終わってしまう先ほどの年春だとかですね簡単な夢になってしまいますよ一瞬の夢ですよあのインドのね龍樹菩様の言葉にもあるそうですけどもね人生はちょっと隙間ね扉のあね扉が開いてる隙間あるでしょ 杉,目を杉間を白い馬がパッと通るぐらいなもんだ一緒なんだって言うんですねだからまあお釈迦様もね学びなさい学びなさい励みなさいと人生すごいありますよと言っておられるんです何を学ぶかっていうとですね百科事典を学ぶって覚えるってことじゃないんですよね語欲を満足させるってことじゃなくて「仏教の教えを聞いてこれでよし」と。 これでき場所が決まったというところまでですね、えー、までではなくて、行けるようになるような,な,るようなあ身になるということですね。自ら冷めるということですね。自ら目覚める仏の知恵によってですね、目覚めていく道を歩むということなんですね。自ら目覚める生き方をする。この良いと夢から覚めた人がこの言葉を言ってるわけですからね。 私たちにもねやっぱり私たちもやっぱり同じように夢からね覚めるような道を蛍原の知恵の光っていうものはね迷ってんだぞと言われてるんですから迷っておったなというふうに私たちが気づいていくということが大事だっていうことなんですよね。ですからまあ日本でもねそのほかにも浦島太郎というのはね話もありますよね。えー ご案内の通りであります。臨芸場で行ってね、いい思いして帰ってきたらあっという間だったという話ですね。まあ、それも同じようなことです。ですから、人生の目的地さえはっきりしていれば、道に迷うことはない。そういうようなことをして生きているけれど、あんたの目的地は一体どこなんですか今どこに立ってるんですかと、ね。そういうことですよね。生きている時に、生と死を超えた本当の仏の命に目覚め,目覚めなければ、 いくらご欲を満足してもその人生はゾンビのような生徒生徒も人もつかの人間になってしまうのではないのかと、ねえー、ゾンビというね、えー、今は流行ってますよねゾンビって何かというとね,私たちのことですね昔で言う幽霊ですねで生きてるのか死んでるのかはね、まあ、生きてたんですけど死んでしまったんだけどまだ生まれかっていうね生き返ってくるというそしてまあ人間生きてる人間を食って食って 傷つけてですか、ね、って、それの人もまたゾンビになるってね、無限連鎖がね、えー、続くって、ね、地球上が全部だらけになるんですよね、あのままいったらね。えーまあ、そういうふ、まあ、うなね、えー、それで、まあ、そういうのは人生からね、さよならしましょうということでですね、これは、あの、 信仰というか中国というかその禅道大師という方がね何回もご紹介しましたけれどもその禅道大師という方が親鸞相にもね焼信玄の中で禅道独命仏壮禅道ただ一人のみがですね仏の正しい心を伝えてくださったんだというようなことで尊敬はしておられますよね。まあどんな先人ですね世もそうなんですけれどもその、えー 禅道さんがね、紀行新書の書の巻で、新州ですと283ページのところにね、たかだかとね、そういう夢から覚めろと言って、ね、呼びかけてるんですね。まあ、ちょっと難しい字を書いてるんであのこと、言葉の響きで聞いてもらえばいいですね。またいわく、あ上前儀、またいわく、裁縫弱上無為の都には筆境を昭揚して有無を離れたり。 大悲心に訓じて北海に遊ぶ分身して物を利すること等しくして異なることなしあるいは人数を減じて法を解きあるいは創業を減じて無用にいる偏言の称言心に従いていず群情見る者罪皆のぞこるとまた三じていく、い以在何帰りなんて聞き来って書いてあるんですけどね 禅罪難魔境にはとどまるべからず皇后よりこの方六道に流転してことごとく皆へたり至るところに世の楽なしただ終端の声を聞くこの商標を終えて後かの涅槃の都にいらんとって言ってですねまあ禅罪難ってですね帰らん帰去来って言ってですね禅道さんはまあ 遠い昔にです、ね、中国の方々にね「えー、お上手に帰ろうよ」と言って呼びかけてくださったその言葉がね現代のここにもね皆さん方のところにも響いてくださっておるわけですよね。いざいなん帰りなんいざっていうんですかねいざいなんって書いてあどま,まるべからここはだとか <laughs> っ <laughs> っき言ってますよね魔境、魔のねふるさとだってしかもそこにですね六道に輪廻してもう今までもね魔境に来る前からもどんどん迷っておったでしょ地獄がけ地区少々の人間天井と言ってですね迷っておったいつまで迷ってるんだそろそろ目覚ませって <laughs> こ,ととことごとく味の下手でみんな経験してきたんじゃないかと。うん 至る所に世の楽なしそこに本当の楽あったかっなかっただろう俺も知ってるっていうことですねただ終端の声を聞く終端って嘆き悲しむ声がねうん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 ってです、ね、みんな泣くばかりじゃないかとこの命を終えて後鹿の涅槃の都にいらんってですね、まあ、力強くね浄土に行こうそして仏になろうそして死なない命をねもらおうと。 私の仏になって、ね、生きていこうということですよね。仏になって生きていくというのかもしれませんけどね。まあそういうようなことでございますね。うんですから水生虫というのは過ぎ去る夢ではなくて変わらぬ夢を見ることが大切ということですよね。うんあ,あとは桃園明さんという方ですか。これもあちらの方ですけれども「帰りなんいざ田園まさにアレントス」。 なんぞ帰らざる。というね、さあ帰ってしまおう。いろいろね、うん、彼も都でね、苦労したんだけども、まあ、いいもういいって、まあ、ふるさとに帰るって、ね、浄土ではないですけど、ふるさとに帰ろうって言ったんですね。ですから、まあ、帰るところはどういうところかというと、仏様のね、ふるさと、心、浄土というところに、まあ、帰っていくわけでありますけれども、えー、それはどういうところかというと、うん 心身信行欲症の勇気と愛と希望は生きている時だけのものじゃない死して仏になって生きていく魂そのものの働きなのだつまりそういう浄土っていうものがんか固定的にあるんじゃなくてですね生きて働いてるはまあ分かりやすいけどね愛と勇気と希望なんだっていうんですね。 それが一つになったものが仏の魂心だって命だということですね。そこに私たち変える。ですから勇気とはすべての命を仏になれ我も共に仏になる道を歩む希望とはすべての命を救い我も共にその命と共に生きん愛とはすべての人の命を愛すがおとく我も自らの命を愛し生きんという今のここにある まあ、にいる私たちのです、ね、いるところに呼びかけてくださる仏様の願いというものがこういうものであってそれを信じてそこを生きるということによって私たちはこの命が尽きたとしてもそういう世界に私たちは帰っていくんだとそして今度はあもし仏にご縁のある方々にも同じようなそういう世界に帰ってきてくれよという願う生きた仏として働き続けるものになるのだと。 とということですよねですからあーこのような夢が破られた人間のね人間の夢が破れた時から人間の本当の夢を見ることができるのではないかと思います。彗星無視のまま本来の意味だったんだと思います。これがね本来の彗星無視の,意味,の意味だったんじゃないか夢さ夢ら。夢から覚めたら本当の夢を見ることができる人間になるということですね。 仏の命の願いに今生きることが人間の本当の幸せになっていくのではないでしょうかということでちょっと長々となりましたけれどもん過去に縛られ未来に縛られついに今を知らないままで死ぬこれを水生無視というしかしこれでいいのかもしれない真実に目が覚めたら幽霊にならなくても済んだと喜ぶだけだからちょっとこれは皮肉っぽく書いてますけれども。 本当にね、幸せの人間になって生きていくということは、こういうことじゃないかと思います。どうもありがとうございました。アンマンダウス